ってくれてありがとう。僕はいつからこんなにもギターを好きになったのかな。あれは七つの頃でした。初めてテレビ見たギター、どうして音が出るのかも。あの美容室の仕事って意外と気持ちいいことってしてないんです。あの巻いたりとかカットしたりとか、頭もあのストレスがかかるので、そういうとこをあの最小限の引っ張り具合で巻くとか、うん、まあ僕はそういうとこが一番工夫しているとこっていうか、柔らかい雰囲気でいろいろ話もしてくださって、カットしてもらってる間が楽しいです。お任せです。一番難しい大座ですよ、任せ。最初はほとんどギターは触ってないですね、この店始めた頃は。なんで何年か経って落ち着いてから、最初ここでその仕事終わってから、あのいやちょっと教えてほしいっていう高校生とかなんか一緒にやりたいなみたいなことになって、僕も根が好きなもんですから、それからやりだして今に至るっていうか、出たいなという人を集めたいなという、そういう気持ちで集めようと、そういう気持ちでやってたら、だん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 こうなんていうか、あ、こんなに音楽したら好きな人いるんやと、積み重ねやってきたことが今すごくなんか多くの人にこう喜んでもらえる、楽しんでもらえる、こういうイベントができるようになってきたということですね。みんなにこうなんていうか、うまいことおだせてもらって、覚えてもらって、なんかこう盛り上げてもらって、それに乗せられてやってるっていうところはあるんですけど、この場があってよかったというか、救いというか、本当に救われてる部分はすごくあります、はい。昔はもっとうまく歌いたい、うまく歌いたいっていうか、こんな風にしよう、あんな風にしようみたいなけど、今はどういう風にするとちゃんと込められるかみたいな、なんか人の歌を聴いててそう思った瞬間があって、はい、うまいとかそういうことじゃないわと思って、なんか言霊じゃないけど込めなあかんなと、なんかすごい癒されたわとかって言ってくれはると、もうほんまにもうしてよかったというか、もう本当にもうこっちが感動させてもらってるっていうか。